備になります。お、30G の部隊長さん、何かお困りで？ああ、緊急事態が発生したのか、食べている途中のゴミが放置されっぱなしだ。片付けるのを手伝ってくれたら、お前の困りごとにも手を貸す。どうだ？だったらやる。手分けして拾おう。カフェテリアの方を頼む。了解であります。ゴミゲットだぜ。ゴミゲットだぜ。聞いてください。ゴミゲットだぜ。そろそろ戻るか。綺麗になったな。助かった。代わりにお前の困りごとを聞こう。何だって解決してみせるぞ。うまくセラフが扱えず、訓練で苦労していたりしないか？いえ、そういうわけでは。なら仲間とうまくいっていないとか？そういうわけでもなく。何か人に言えないデリケートな困りごとか？そんな相談にまで乗ってもらえるの？もちろんだ。何でも来いだ。自分の性癖が信じられないと言ったら？う？う？そんなことで動揺するな、白川結菜。私ならどのような悩みでさえ聞いてあげられるし、手助けもできる。それだけ必死にここまで学んできたはずだ。ほう、それはもしかして同性が好きであるとか、そういうことなのかな？うん、やはりか。でもそれは個性であるから特別なことではない。好きなものは人それぞれだ。だから自分一人が違うと思い悩まずにいてほしい。他人が興味のないもの、あるいは意味嫌うものですら愛おしい情を抱く、それが人間だ。だからどのように特殊な愛であったとしても異常なことではない。自信を持て。自信を持って愛を伝えてもいい？ま、待て、それは早計だ。異常ではないが、時に強い個性は誤解される。やっぱりおかしいんだ私は。違う、そんなことはない。私は肯定する、その愛を。だから私だけに話してほしいのだ。そんなこと言われたらさ、あんたを好きになっちまうよ。いい？それは、うろたえるな、白川結菜。いい。やった。末永くよろしくお願いします。付き合ってはいない。どん底に突き落とされた。未来のことは私にもわからないからな。だからとりあえず友達からだ。いいな、かやもり。ルカって言うんだ。ルカって呼んで。わかった。いいな、ルカ。はい、ユイナ先輩。ユイナ先輩を誘ってお風呂に行こうかな。あの、一緒にお風呂行きませんか？ルカか。今日は助かったぞ。風呂でもう少し話をしようか。はい、ユイナ先輩。その、ユイナ先輩って呼び方は何だ？だって先輩でしょ。そうだが、そんな呼ばれ方をするやつなんてこの基地にはいない。
学校ではないのだからな。やだ、ユイナ先輩って呼びたい。別にやめろとは言っていない。ただかつていなかったと言いたかっただけだ。だったら呼んでいいんだ。もちろんそんなもの自由だ。どうとでも呼べ。そこ知れぬ寛容さだ。しかも脱いでも。すごい。バカ、それは言ってはいけないことだ。